早く出てきてくれるといいんだけど。忘れ物っていうのは多分話をそらすための言い訳でしょ。すぐに出てくると思いますよ。藍園の話を聞かせてくれた人が途中で逃げてしまったのは人目があったからかもしれませんね。そうね、なんだか話しにくかったみたいだし、ちょっと正門から離れたところで待ちましょうか。あの子ですよ。こんにちは。忘れ物はありました？え、あの忘れ物っていうのはそうじゃなくて、私の勘違いだったっていうか。悪いんだけど、もう一度話を聞かせてほしくてあなたを待ってたの。聞かせてもらいますわね。わかりました。何を話せばいいんですか？まずは斉藤先生と藍園さんの関係を教えてくれるかな？斉藤先生？そんな話どこで？まあまあ、どこでもいいじゃありませんか。それにあなたが話してくださったこともあなたから聞いたとは誰にも言いませんの。お願い、大事なことなの。じゃあ、二人は仲が良かったって聞いてるけど。仲がいいっていうか、藍園ちゃんが斉藤先生に片思いしてたっていうか。片思い？そもそも彼女、斉藤先生が目的で入学してきたみたいですよ。ってことは、藍園さんは斉藤先生と以前から知り合いだったってこと？その辺はよくわかりません。私、藍園ちゃんは明るい子だって話しましたよね。でもちょっと浮いてるって。それ気になってたんだよね。明るいのに浮いてるってどういうこと？藍園ちゃん、当たり障りのないことはよく喋るし普通だったんです。でも例えば彼女の能力のこととかクラスの誰も知らないんです。手の内を明かさないって話か。それは確かに。なんていうか、誰に対しても一線引いてるっていうか。あ、でも斉藤先生といる時だけはそんな感じじゃなかったんですよ。藍園ちゃん、斉藤先生のこと好きだったんだと思います。さっき片思いって言ってたけど、好きにもいろいろあるじゃない？それってやっぱり、教師として尊敬してるとか信頼を置いてるとかそういう感じじゃなくて。あ、もちろん藍園ちゃんは斉藤先生のことを尊敬も信頼もしてたと思います。でもそういうのより、藍園ちゃんは斉藤先生のことを恋愛の対象として見てたと思うんです。斉藤先生はそういうの鈍かったから全然そんな雰囲気じゃなかったですけどね。でも藍園ちゃんはそれで満足だったんじゃないかな。見ていてもとても微笑ましくて、私もちょっと羨ましいくらいでした。花壇の手入れをしてる斉藤先生の後ろを藍園ちゃんがずっとついて回ってたことがあって、まるでカルガモの親子みたいだねーなんてみんなで笑ってたんです。いい話ですね。藍園美桜は斉藤先生を本当に慕ってたのね。でも斉藤先生がいなくなってから藍園ちゃん変わっちゃって。変わった？どんな風に？どう言えばいいのかな。何を考えてるのか全然わかんなくなっちゃったっていうか。話はしてるんだけど、こっちの言葉が届いてないのかなって感じる時があるんです。いつもニコニコしてるんだけど、話をしてても気持ちがないっていうのかな。やっぱり斉藤先生がいなくなっちゃったからなんでしょうか。斉藤先生が学園を辞めたのって健康上の理由だって聞いてるんだけど。え、あ、健康上の、あ、はい、そうですね。斉藤先生の今の居場所って
分かったりしない？今は他の学校に勤めてるとか。ごめんなさい、それは知りません。誰も知らないと思います。どういうこと？私これで失礼します。もうお話できることないと思いますし。あ、また逃げられちゃいましたね。お姉さま、いろいろな話も聞けましたし、一度どこかで情報を整理しませんこと？そうね。こうなってくると斉藤颯太についてあやふやな部分が気になるわね。誰もが肝心な部分について口をつぐんでいるといった感じですわね。君たち、そこで何をしてるんだね。守衛さん、私たち別に長天井記学園の敷地には入ってないですよ。生徒たちに嫌がらせをしている連中がいるという苦情が入ってるんだ。まさか君たちだったとは。嫌がらせ？私たちそんなことはしておりませんわ。じゃあ一体何をしてたっていうんだ？私たち斉藤先生のことを聞かせてもらおうとしてただけなんです。斉藤先生、君たちここでその人の話はしない方がいい。誰も話してくれなかっただろう。斉藤先生について教えてくれませんか？聞いた話を言いふらそうとか、そういうために知りたいんじゃないんです。今も進行しているかもしれない犯罪計画を止めるために必要なんですの。犯罪計画だって？詳しいことはお話できませんけど、今学園都市に発令されているコードレッドもそれに関係しているんです。つまり事態はすでに抜き差しならぬところまで来ているかもしれないんですの。信じてもらえないかもしれないけど本当なんです。こう見えても私だって長い間子供たちを見守ってきたんだ。事情は分からんが、君たちが真剣だということは分かる。斉藤先生の話だったね。いいだろう、知ってることは全て話そう。ありがとうございます。斉藤さんはここのスクールカウンセラーだよ。いや、だったと言った方がいいのか。この長天井記学園が能力開発で有名だというのは君たちも知っているね。ええ、長天井記は学園としても一二を争う名門校ですから。徹底した成績至上主義、学費だって安くはない。親御さんだって期待するだろう。その期待に応えるために、まあ自分の将来のためと割り切っている子供も最近は少なくないが、子供たちはガチガチのカリキュラムに縛られて、それでもレベル5になれるとは限らない。親御さんも高い入学金や授業料を払ってるんだ。中には相当無理をしている人もいると聞く。能力が上がらないのはお宅のお子さんに才能がなかったせいです。ではすまないだろう。やれ、せっかく入れたのに能力が上がらないだの、どんなカリキュラムをしてるか公表しろだの、いい言い方をすれば保護者がかなり熱心でね。モンスターペアレンツですか？一概にそうくくってしまうのは良くない。とにかく長天井記学園にはひっきりなしにそういった要望や苦情が舞い込んでくる。保護者たちのほとんどは学園都市の外で暮らしているからね。普段はメールや電話だけで済んでいるが、いや、それだって尋常な量ではないんだがね。こうしたイベントの人もなれば、これ幸いとクレームを携えた保護者たちが押し寄せてくる。君たちも見ただろう。はい。その保護者の対応を一手に引き受けていたのが斉藤先生で、いや、ごまかすような言い方は良くないな。長天井記学園は保護者からのクレーム処理を斉藤先生に全部押し付けていた。
ひどい話だよ。誰もが斉藤先生に嫌な仕事を押し付けて、それでも彼は愚痴一つこぼさなかった。それどころか、いつもニコニコ笑っていたよ、子供たちのためにというのが彼の口癖でね。保護者からの無茶な苦情も彼らの不安の表れなんだと言って、親の心配までしていたよ。本当にあの人はいい先生だった。斉藤先生は今は長天上記学園にはいないんですよね。そうだ。教育委員会への報告書では健康上の理由で自主退職したということになってます。自主退職？斉藤先生が自分から退職を願い出て、長天上記学園がそれを認めたということかね。そうです。私たちの知らないところでそんなことになっていたとは。本当は違うんですか？自主退職なわけないだろう。おためごかしもいいところだよ。いいかい、ここから先はこの長天上記学園では禁句となっている話だ。心して聞きなさい。はい。斉藤先生の退職の理由についてだが、健康上の理由なのは間違いないだろうがね、あの時の斉藤先生は退職を願い出ることさえできなかっただろうに。あの時何かあったんですか？あの日も斉藤先生は保護者からの苦情を処理するために朝から走り回っていた。どれもくだらない話だよ。窓が汚れていて景色が悪いから子供の学習効率が落ちるだの、そんなのだろ。はあ？何それ？斉藤先生はフラフラの状態で4階のテラスに出て掃除をさせられていたそうだ。そして斉藤先生はテラスから落ちた。4階からグラウンドに叩きつけられる形だったそうだよ。大事故じゃないですか。そんな記録はどこにも。長天上記学園にしてみれば大事故である前に不祥事としか思わなかったんだろう。保護者のせいにするわけにもいかず、長天上記学園は事故をもみ消したんだな。そんな。診断書の全身の骨折に脾臓の破裂というのはそういうことでしたのね。みんなひどい話だと思ってる。そう思いながら何も言わなかった。誰もが自分が見て見ぬふりをしたせいで起きたという呵責があったのかもしれない。それにこう言っちゃなんだが、職を失うわけにもいかない者もいる。生徒たちの間でも斉藤先生について話すと成績が下がるという噂も出た。あくまで噂だがね。長天上記学園が意図的に流した情報だとすれば汚いやり方ですわ。許してくれとは言わない。でも仕方がなかった。誰も斉藤先生の名前を口に出せなかった。そうして今じゃ斉藤壮太という人間はこの長天上記学園にいなかったことになっている。そんなことがあったんですか？私が話せるのはこれくらいだ。これ以上はすまないね。いえ、ありがとうございました。人ごとながら腹が立つわね。仕方なかったで済む話じゃないわ。斉藤さんは救急車で運ばれたまま居場所がわからないってことですか？本当に入院させたのかさえ怪しいと考えた方がいいかもしれません。斉藤先生の事故を長天上記学園が隠蔽しようとしてるってことですか？どうにもきな臭くなってきましたわね。ウイハル、メールが来たみたいだよ。閲覧を申請していたデータが届いたみたいです。あ、藍園美桜の住所が分かりました。すぐ近くの長天上記学園の寮です。急いで行ってみましょう。